マジックス国際公式検討さんのフレヒロト利です。えー、本日はボーカルトラックについて、えー、純正のですね、プラグインを用いたご説明のことをさせていただければと思います。えー、では、立ち上げていきましょう。えー、こちらの方に、ボーカルストリップですね。こちらの方と、あとは、チューブ系のものをこういうふうにした、えー、まあプラグインですね、したという。非常に僕はこれ、チューブなんか好きなんですけれども、 チュ、えーブというとですね結構こうドイツ人っていうとですねチューブが意外とこう自分なんかはイメージできなかったんですがあの、まあ、最先端もキレッキレの音を作るドイツ人ってイメージなんですけども以前知り合ったフォルガーというですね日韓ワールドカップの時のトップエンジニアがいたんですが彼がその30億人が聴いているですねそういったテレビ中継のミキシングを担当したという人だったんですが、えー、彼と話していると、まあ、とにかくチューブ好きなんですよね。 そういった最先端のミキシングをするような人がまたですね、こういったえまあチューブについてまあ非常に系統が深いと、造形が深いというふうなところがあるとするとですね、非常にそういう意味ではドイツ人がこううのまあプログラミングしてくるということも十分あり得るのかなといった、そういったプラグインをですね、あ,ある意味ドイツらしいのかな、そういう意味でいうとですね。ではですね、聞いていきたいと思います。先にそうしたチューブの方は切ってですね、こちらの方の コンプレッションでディッシングあとはハイパスフィルタートーンといった形ですねこういうふうなところからまず聴いていきたいと思います。まあ切るとこういうふうなサウンドなんですね。結構こうしっかりと深くかかります。

こちら増やしていくとまあはっきりとまあもうメリハリが効きますよね。簡単に言うとこちらに関しましては「麹バイオン」という言い方をするんですけどもそちらも増えていく感じですよね。 で、そのまたマイナスに行けば、その工事場に減っていくというような形で、まあ、EQ とはまたちょっと違う、あの独特の,あのものだなと思います。結構、この辺りのフ,あのフィーリングというか、ですねそちらに関してはハードギアに近いのかなと思いましたね、今聞いた感じとしましては。で、ゲートはなんか、まあ、こういう形で、まあ、はっきりとかなりですね。 歪みとう s <S まあハイパースピルターも大体どの辺に入れるのか,といか。ああ、そうですね。さら、yes, yes, yes, にそこに対してスームを入れると。Like、いや、素晴らしいですね、結構ね。 かなりあのこうサチュレーション効きますよね今プラグインでもここまで来たなと思いますねそのねプレイ EQ なんかもあったりとかしてポ、yes, スト EQ もあります切るとこんな感じですね切るとかなりダイレクトに聞こえますよね それがやはりそのチューブの方のプラグインすとすと、まあ、なかなかこうなんと見えないほんわりとした感じのサチュレーションが効くというかですね you got the smile that is ん、素敵ですねもう今ここまでプラグインできちゃうんだっていう感じですよね ちょっとアウトプット増やしたりとかして。うん、すごいですね。今まあ,あの正直言ってあの僕今これですねあのこの前にテスト的な感じで使っていないんですね。というのはですねあの自分のその感動がどれぐらいのもんなのかなと思ってあのもうリアルタイムで初めて今使いました。 あの正直なところ、ここまで聞いちゃうと、まあちょっと驚きというかですね、まあ自分の中プラグインの開発やってますけども、まあやはりもうだいぶですね、なんて言うんでしょう、いわゆる似てるとかエミュレーションとかっていう言葉からだいぶ逸脱してきているのかなというふうに思いますね。もうこれはこのプラグインの個性ですね、ハードギアと何か比較するというふうなフェーズではないんじゃないかなと思いますね。 でさらにはまあこちらの方のチャンネルスリップに関してもですね、まあ、このこのトーンなんかも本当に素晴らしいですよねこういった形で音が強調できるんだとすると癖があるないというんであれば癖はあんまり感じないと僕は思うんですねもっともっと強烈なハードギアなんかもたくさん見てきてるのでただプラグインのか弱さっていうのはあんまり感じなくて結構こうメリカリの効いてはっきりとしたその なんて言うんてうでしょう、ね、まあ強いて言うんであればシェルビングの「ハイをちょっと増やしたみたいな感じなのかなとも思うんですけどもまたでもちょっと違う感じもしますよね。 マイナスに持っていけばもちろん音が甘くなってっていうこです、ね。たぶんこの辺りは最終調整するにはすごく役立つんではないかなというふうに思いますね。まあハイパスフィルターももちろん今一応100弱だったかなここが。マイかっていうところを設定してましたね。まあこういった形でまあプラグインもですね相当に進化を再婚してきていまして。 まあ、ある意味でもうハードギアと肉薄するぐらいの、えー、さらにプラグインならではのです、ね、細かい設定というのが可能になっているというところで、特にボーカルというのは一番皆さん気を使われるところなんじゃないかなと思うんですけれども、えー、様々にこういった応用が効くといったかなりディープな使い方ができるんではないかなと思います。えー、それでは今回はここまでにさせていただきます。ありがとうございました。